シリーン地図グーグルマップ玉領地図玉領は、琉球王国第二直し王党の歴代国王が葬られている領母。所在地は沖縄県那覇市首里金城町。そもそもは第三大昇進王が父、なお縁王を葬るために建築したものである。世界遺産の一つで沖縄県最大の破父母、なお玉寮と名付く墓所は他に伊勢那玉寮、 山川の玉漁がある。玉漁は中室、東室、西室の三つの建築物に分かれる。中室は、葬儀の後、当時の琉球の創生に基づき意外が,が骨になるまで放置し、数年後に骨を取り出して仙骨した。仙骨した後に遺骨を骨壺に収め、王及びその日の骨は東室に収められ、他の王族は西室に収められた。 建造物の外は外には中庭に石壁で仕切られ中庭にはサンゴの破片が敷き詰められている。第二次世界大戦末期には日本軍総司令部に近かった玉陵は首里城とともに集中砲撃の巻き添えにあい東室西室が破壊されるなど大きな被害を受けた。現在見られる大部分は第二次世界大戦後に復元されたものである。また、 第二次世界大戦で亡くなった旧姓沖縄県立第一中学校の生徒を弔うための一中県寺の塔などが近くに混流されている。2000年に琉球王国のグスク及び関連遺産群として世界遺産に登録されたほか全体が国の史跡、玉漁大宗が国宝、石堀寺市と玉漁碑が県の有形文化財に指定されている。玉漁内には 喫煙者としての資格を知るした石文、いわゆる玉領の秘文があり、それによるという資格者とはの子孫だとされる。これは、小神王が生存中は守られていたであろうが、この小生王は即位の後、すぐにこの秘文の内容に反し、拝着された兄、正正子を浦添王子長万を玉領に移送している。また、各王子の子孫もここには葬られず、それぞれ各、 家で墓所を持っている。例外を除き、基本的に被葬者は、歴代王と王妃であると思ってよい。第二直し、第二代国王千武氏は、初代王の十五歳年下の実定であるにもかかわらず、玉陵には入れてもらえず、越来の地にあるので、実質的に、金丸と、おぎやかの家族の墓であろう。1931年、直屋二十代当主、高則の夫人。 正子の入管の後、新たな悲壮者はいない。玉漁前景伊勢な玉漁歴代王の中で、二代、昌仙王、七代、少年王の二名は、玉漁に葬られてはおらず、少年王は、浦添市仲間にある、浦添伊王どれに、昌仙王は、沖縄市八重島にそれと伝わる墓がある。なお、玉、五漁には、直江王の父、直木美とその妻が埋葬されていると伝わる。 伊勢名玉良は、伊勢名島の伊勢名城のふもとに現存し、昇神をう大台に、築造、1688年に石造となったと伝わる。なお、なお、縁王伊勢名出身説とともに、その両親の埋葬についても疑問点が多く、これは単に、妙仮家の墓という説もある。その他、歴代の信女、2005年には21代、正政の長女である、伊ーフ子。 また22代、正広氏が葬られた。山川の玉陵は、王家の脇墓で、養子して玉陵に葬られなかったものなどの墓所であった。19代、正太王の七男である直時などもそこに葬られている。21代、正正の墓所は、沖縄県ではなく、東京都台東区にある。平成30年12月25日文部科学省、国時代230号。 国宝、重要文化財の指定について琉球、沖縄歴史文化館、沖縄タイムス。ありがとうございます。